今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気です。はい、元気です。熱が出てた時出てた時やばい、病院に行くかなって思うんですけど、はい、病院ってどんなイメージですか。病院は僕はもう小さい時から病院の入り口入っただけで血圧が上がってます。小さい時からもう運動選手なんですけど、はい、情けないぐらいに弱いですけど、治療には強いんですけど病院には弱いんだ。あやのちゃんはどうですか。いやもうおっかないですよね。もう怖、注射怖い。ええ、あやちゃん注射、ヤゲさん注射とジェットコースターは絶対無理なんですけど。いやもうイメージできない、イメージできないこれ、ね、そんなどんないかついイメージですか。本当はい、怖いイメージですね。今回最初にご紹介する企業様なんですが、うん、丁寧な医療や思いやり、心からのおもてなしを大切に考えています。こちらの企業様です。優しく親身に丁寧な医療という理念のもと、医療の質はもちろん、建物や設備など細部に至るまでこだわり抜いた病院を作り上げた男がここにいる。医療法人社団青秀会聖光が丘病院理事長、病院長、関根秀夫。進化する最新医療に対応するため2013年柏市の光が丘団地に新築移転した聖光が丘病院。今回番組では患者の居心地の良さに重点を置いて作られたという病院内部を徹底リポート。そこには驚きの工夫とホスピタリティがあふれていた。びっくり、はい、美しいです。そしてここに至るまでの波乱万丈の道のりとは。病院長関根秀夫に話を聞いた。この開業のきっかけっていうのは何だったんですか。はい、開業のきっかけはですね、移転前の病院に副院長として就職したのが平成12年のことなんですけれども、で当時その病院はその時の院長先生の、個人病院という形でやってたんですけども、実質的にはですね、オーナーがいて、その、オーナーが全部経営をしていて、そのオーナーはベンチャー企業をやっていて上場を目指してたんですね、はい。しかしその翌年にその院長先生が倒れてしまって、はい、それで仕方なく私が雇われですね、雇われ院長になったっていうことなんですね、はい。突然の流れですね。そうなんです、はい、はい。そして私が院長になって半年も経たないうちにそのオーナーの本業の経営が行き詰まってしまいまして、それでも病院の方も証券の冬の商用がもう資金繰りができないという形になってしまって、はい、で病院の診療報酬っていうのは私に名義になったもんですから、それを債権化して融資を受けたいということをオーナーからこう迫られたかですね、はい。その時にオーナーに病院経営を降りたらどうかと進言したんです、はい。その代わり、診療報酬を債権化して融資を受けて、はい、またそのそうですね、オーナーと私の間でその病院の建物の賃貸契約を結んで、オーナーに私が家賃を払う、はい、でまた病院の残ってるもう債務を全部私が引き継ぐというような形を決断したのが、私が病院を経営をするきっかけ。いやそれはしんどくないですか。でもしんどかったですね。すごいですよね。それそこからどうやって今度立て直しをしていくんですか。その時は経営者といっても医者が少なかったもんですから、午前中はもう外来に出て、一生懸命患者さん見て良い評判が出るように、また午後は病棟に行って入院の患者さんを見て、また夜からが経営者としての本当の仕事で、いろんなこう業者のもう契約書だとか請求書も全部チェックをして、もう一から全部契約を見直しましたね。でいろんな水道光熱費だとか医薬品だとか医療材料とかそういうものも全部経費削減の対象にして、今まで私はもう医学部ってあまり経営を勉強するとかないんだけれども、先生の仕事じゃないからね、はい、それは本来はね経営の方だからね、独学ですよね。だってカルテ見るんですからね、帳簿見てる場合じゃないっていう、でもやっぱり経営者になるっていうのはそういうことなんですね。どうやって多くの患者さん来てくださるようになったんですか。そうですね、やっぱり診療スタイルだと思います、よく3分診療とかよく揶揄されますけれども、もともと私が大学にいた時から患者さんに時間をかけてゆっくり丁寧に
話を聞いてあげて、希望を聞いてあげて診療を進めるっていう診療スタイルを取ってたので、またそうやってこう患者さんとそうですね、こう早く気軽に何でも言ってもらえるようなこう環境を築くっていうのが、そうすると患者さんいろんなこと言ってくれるので、またそれがこの診療の役に立ったので、私はそういう診療スタイルを取ってたんですね。コミュニケーション、そうですね豊かな、はい、時間かかりませんか？時間かかります。かかりますよね。ですからよく午前中に100人見るとか、そういうクリニックから見たけど、それはもう不可能ですね。あ、そうですよね。本当に限られますね。でもそれがやっぱり、そのコミュニケーションが伝わって、いくんですよね。そうだと思います。差別化しているところはやっぱり病院らしくない病院っていうかですね、今まで その従来の病院 その規制概念にはあまり私とらわれないので、例えば建物もそうだし、患者さんのサービスもそういうことだと思うんですね。それはもう自分の思いなんですか？そうですね。やっぱり私はね、病院こそこうホスピタリティが一番大、ホテルもそうですけど、というふうに思ってたので、新病院は本当に、外科もそうですし、内部も、患者さんの居心地の良さを一番重点に置いたんですね。そういった院内のコンシェルジュを配置してるんですけども、よく、コンシェルジュというのは案内だけをっていうのは、それだけじゃなくて、高齢の方っていうのはこう問診書、何があったか、どういつから悪いかって言っても、なかなかこううまく書けないので、それを代わってお伺いして書いて差し上げて、それが、コンシェルジュの役割でもあるんですか？そういうことも役割の一つ、ね、それで、ご要望を聞いて、外来に、橋渡しを。ということで、そういう関根院長のこだわりがキラリと光る、病院にですね、私直接行ってきましたので、楽しみだ。ご覧ください。まるでリゾートホテルのような高級感のある建物、こちらが聖光が丘病院さんです。早速中に入ってみましょう。こんにちは。どうもこんにちは。いらっしゃいませ。こちらよろしくお願いします。びっくりしました。まさか入り口にシャンデリアがある病院だなんて。これはちょっと、ちょっとお金かかって。こんな病院初めてですよ。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあ、ご案内いたします。お願いします。こちらが一般病床になります。廊下広いですね。そうですね。これゆったりね、できてます。こちらが一般の個室になります。はい、失礼します。綺麗ですね。本当にホテルみたい。ちょっとこじんまりとしたお部屋なんですね。いや、こじんまりしてるっておっしゃいましたけど、でも木目調で、そうですね、すごく家具もこだわってらっしゃるじゃないですか。こういうところで、飾ることってすごく豪華な感じに。このお部屋のカーテンは全て個室で柄を変えてある。全部自分が選んで、で入院する患者さんは好きなお部屋を選んでいただけます。選べるんですか？すごいですね。入院中もちょっと優雅な気持ちで過ごせますよね。こちらが特別室になります。特別室、失礼します。うわこれまたゴージャスですね。綺麗です。美しいです。で、あとここは入院した患者さんがのパソコンも使えますし、お仕事されている方でも全然問題ない。ベッドカバーもおしゃれです ね、 ですね。本当にちょっと高級ホテルに泊まりに来たような気分になりますね。アメニティも全部揃ってる。え、そうなんですか？わあ、本当だ。もホテル並みの全部アメニティ。洗面台、こんな病院私来たことないです。びっくり。ソファーもあって、テレビも大きいし、あとはもう冷蔵庫も全部と。冷蔵庫もあるんですか？こちらですか？よかったら見てください。本当だ、本当だ。ホテルですね。違いますね、病院ですね。お風呂とかお手洗いもありますか？こちらが失礼します。お風呂になります。本当だ、作りはきちんとバリアフリーですけど広い。病院の個室でこんなに綺麗なとこってなかなか他にはないですよね。こう壁の柄もみんな変えてあるんです。本当だ。ここと
お手洗いと違いますね。これも院長先生が。そうですね。ここでちょうど縁を作って上下で違うように。はい、へえ。おしゃれ。あ、ここ病室っていうのは家庭で過ごしてもらうようなっていうで作ってるんですけどね。家庭以上ですきっと。階ごとに雰囲気が、はい、あの床とか壁はもう全部フロアごとに変えてある、うん、絵とマッチして美しいですね。そう、そうなんですね。でなんか絵を楽しみに来てくださる方もいらっしゃる、はい、こちらがカフェになる、はい、ちょうど正面にスカイツリーが今日は、はい、よく見えてる、ね、うわ失礼します。入っていいですか。どうぞ。うわ広い綺麗。もうそれにつきます。あのお天気の位置は右肩に富士山がすごいよく見えるんですよ、はい、あと冬の日の朝なんかは、ね、今週のパスタなんて書いてますね。そうですね、あの毎日日替わりのランチがあります。失礼します。わここも、椅子もおしゃれ。本当におしゃれ。カフェみたい。そうです。はい、も気になるんですけど、あれは一回ほどではないですけども、はい、簡単にこう中庭を。いや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 、簡単に決めちゃいましたけど、すごくおしゃれで、これで結婚式の会場みたいな。バージンロードだっておしゃれですもんね。眺望がいいので、なかなかこういう場所がないので、あの近所の人たちもこうここに食事だけいらっしゃる方も結構いらっしゃる。ありがとうございます。おー豪華。こちらがあの山吹御膳みたいな、はい、ここがあの境根の合戦っていうのがあって、はい、あの太田道館のゆかりの地なんですね、はい、それでその太田道館にゆかりのこう山吹の伝説っていうのがあるんですけど、それであのこれ僕があの作ったんですけど、はい、山吹御膳っていうのと、うん、でこちらが道館カレー。おいしそう。これが両方とも、はい、あのメンチカツが入っているのが、うん、あの太田道館が百戦百勝の強い武将だったので、はい、それにあやかってメンチカツをあの必ず入れて、で他のものは季節によってあのちょっとずつお料理変えていく、はい、豪華ですね本当に。ちょっとじゃあいただきます。あ、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。うん、大丈夫ですか。美味しいです。柔らかいですね。ああ、うん、これあの牛肉 100% にやってます、うん、あの銀座でメンチカツを出してくれるお店があって、まあ、ちょっとそこにスタッフにも食べに行ってもらって、うん、なかなか素材的にはねそのあれなんですけど、あのちょっと真似してもらって作ってもらった。こだわってますね。病院じゃないです。やっぱり何回も言ってますけど病院以上です。入っていく。ただメンチカツだけがいつも出る。こちらがいいです。先生、患者さんにどんな気持ちになってほしいんですか。やっぱり病院って誰でもこう行きたくないので、はい、やっぱりまず入ったところからこう緊張感をほぐすというか、待ち時間の間にやっぱり、まあ、昔からの病院のこう消毒臭い匂いだとか、はい、そういうを感じさせないように、まあ、ゆったり過ごしてまた、あの椅子もね、そうですね、椅子もですね中庭の方に向けてあるんですね。診察室の方じゃなくて、で中庭のあの水庭になってずっと水が流れてるので、そのゆっくり水の流れを見て、お花を見て、またあと亀が結構よく動いてくれるんで、その亀が早いようで遅いようでいて、でもあのスピードを見てると患者さんがすごく癒されるみたいなんですね。それ見て治って帰っちゃうお客さんっていないですか。あの本当にそういうこと言っている人もいるんですよ。いや多分俺そういうとこだと思うよ。本当は人間ってそういうもんだよ多分、うん、何か行き過ぎてて病気になって、それを忘れた時に治っちゃうっていう時はあるからね、うん、その間で病院に行くんだから、亀見て噴水見て治りましたって感じ。入り口でお金取っといた方がいいよね。まあ、帰っちゃうからみんな。すいません、余計なこと言いました。でもホテルじゃないですか。うん、最後になりますが、関根院長の格言をお願いします。はい、まあ、あの2つあって、まあ、あのそうだね、あの人間一生勉強っていうのと、まあ、人生は修行っていうんですかね。うん、まあ、医者になってからもあの、まあ
特にまた病院の経営者なんてもういろんな勉強したし、また勉強 させてもらったので、やっぱりもうこれで勉強いいかなと思うと、なんか成長が止まって僕は病院の経営がダメるようになってしまうよね、そんな気がして、だからやっぱり勉強を し続けていかないと。と先生には経営者もちろん、でも現場にずっと先生が居続けてほしい、まあ、あの今も本当に5年中は外来やってますので、はいはい、もうそれだけ本当にお願いして、ね、まあ、今後も素晴らしい経営を、ね、していただければと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ミシェル様は先日お伺いした企業様でフランス語を披露してくださったので、うん、まあ、フランス語もちろん喋れると思うんですけど、いやいや、僕はもう本当に少しの会話だけですよ英語はどうですか？英語もダメです。日本語が僕は一番なんですけど、またまた、ただ何か困った時にはその人に何かを通じさせるっていうことは、あのちっちゃい時からのあれでできるような気がしますけど、うん、それでもう通じれば、うん、伝わればいいですね、うん、気持ちがあればね通じると思いますけど、フランス語勉強してたんでしょあれよべつ、それは英語だあれよべつ、最初にそこ覚えるんだよね。でもそこが今喋りましたからね、うん、ということで続いてご紹介する企業様なんですが、教材には一切お金をかけずにお家に眠っている英語のテキストを活用して英会話の勉強を行っています。こちらの企業様です。単語が覚えられない、言葉が聞き取れない、英語って難しいとお悩みの多くの方へ、英語ってそんなに難しくないんですよということを伝えるエヴァンジェリスト伝道師がここにいる、エイゼツエヴァンジェリスト渡瀬隆。習慣化サポート型の英会話スクール、エイゼツ。習慣化とは継続すること、つまり英語に触れ続けること、それをさまざまな方法でサポートすることにより、子どもが自然に言語をマスターするのと同じステップで英語を習得できるという、より簡単により楽に英語を話せるようになるコツとは。エヴァンジェリストに話を聞いた。まず最初にエヴァンジェリストって何ですか？はい、はい、そうですよね、あのエヴァンジェリストというのはあの伝道師という意味なんですけども、はい、あの僕は英会話スクールやってるんですけども、はい、あの英語を教えるというよりは、はい、マスターする方法をお伝えするという形でやってます。本当は英語っていうのは勉強とかではなく、はい、もうすでに皆さんの身近にあって、うん、なおかつ、うん、あの意外と思ってるよりは簡単にできますよというのを伝えるという意味で、エヴァンジェリストという肩書きやってます。いいですね、はい、本当にね、いいですね、はい、業務内容としては英語の指導ですか？そうですね、はい、英会話スクールなんですけれども、はい、あのまずは子どもが言語を話すステップという、僕たちが日本語を話すようになったステップで英語を話せるようになるんですね、うん、それをやはりあの言語は習慣化がすごく大切なんですけども、なかなかそれが難しいんですよね、うん、なので僕はその習慣化のサポートをしています。習慣化って生活の一部にするということですか？そうですね、はい、あ、なるほど。日々の時間で、あの毎日の隙間の時間ですね、ああ隙間の時間で、はい、15分や30分という隙間の時間を使って英語を話せるようになりましょう、はい、そういうステップがあるので、うん、それをやっていきましょう。あ、ただやはりあの進めていく時にも、はい、あの 山を登る時にガイドさんがいるように、うん、どう進んだらいいのか、うん、このまま進んでていいのか、この内容でいいのか、うん、これで次のステップいけるのかなっていう、そういった確認をする役割を僕はしています。通ってらっしゃる方っていうのは、まあ、年齢層も含めどんな方が多いですか？はい、今英哲の生徒さんでは、うん、あの年齢層でいうと20代の方から70代の方まで幅広くいらっしゃいます、はい、年齢関係なくできるというのと、あの勉強しない、暗記や文法しないというのもあるので、うん、ちょっと暗記や文法、あ、文法ね、文法ですね
そうともしないというので、ちょっと諦めてしまってた方ですとか、英語はもともとは大嫌いだったという方が、これだったらできるかもという形で始められる方が多いですね。だって面白くねえんだもんってなっちゃう今ね、今そういう風になるじゃないですか、授業とかさ、あれはきついよね。だからこの言い方が正しいか、こっちから入ってきてる赤ちゃんがその先ほどね、言葉を覚えるっていうようなところで覚えていった方が全然言葉は楽でさ、それ新たに覚えようと思うと、こっちとこっちが反対で前に何が来たからこうなったって言うとさ、もう覚えることいっぱいありすぎちゃってっつって、そうなんですね。でも俺海外行けば通じんだけどなっていつも言われるんだけどさ、そうなんです。実際のその英哲さんのカリキュラムっていうのはどういった内容ですか？はい、まあ、先ほどから申し上げている赤ちゃんが言語を話す流れなんですけども、僕たちはやっぱり日本語を話すようになった時に暗記ですとか文法とかはしてないんですよね。それと同じで赤ちゃんって順序を追って言語を話すようになっているので、そのまずは聞けるようになる。でここも英語に関して日本人の方って最初から意味を理解したりだとか単語を分かろうとしたりとかしてしまうんですけども、赤ちゃんは単語も意味も分からないので音だけ聞いてるんですね。なので同じように音だけ聞けるようにしましょう。英語にしかない音っていうのがあるので、それを聞けるように音に集中して聞くっていうカリキュラムをまずすると音が聞こえるようになるんですね。その後で口真似をする。で口真似をしてからようやく意味を理解するという、そういう段階を踏むような形です。それを僕が習慣化のサポートという形で。習慣化のサポート、サポート、今どのくらいやってますか、今どんな感じですか、で今ここまで聞こえになりました、だったらじゃあ残りの部分はじゃあこうやってやりましょうとか、じゃあこの前行ったらじゃあ次のステップ行けますねっていうような形で、コーチみたいな感じですね。コーチ、はい、本当に耳で聞くっていうのは大事なことなんですよね。はい、僕が全然 そういう環境から離れてどっぷり日本の方にいるじゃないですか、向こう行った時は音を聞くのが慣れてこないんだよ。最初にまた戻ってこないんだ、そうすると何するかって口を見るんだよ。口を真剣に聞くとそこにあーっつってその一つの単語が分かれば通じるや、前分かんなくてもさ、その真ん中のあこれに言ってんなっていうのが分かればいいんですもん ね、そうです。それが何しかすると本当に聞こえてくるんだよね。多分こういうニュアンスなんでしょうね。多分俺それやってるよ、あとその先のもう一歩だけが出てこないね、その単語の並び順番ですよね。それはちょっと学んだ方がいいですね。そうです。多分そこなんだよね。結構お急ぎの方ですとか、もう音は大丈夫っていう方は、もう習慣化ではなくもう別のですね、じゃあ語順だけマスターしちゃいましょうというのもやってます。1500から2000単語と言われる、もうすでに知っている単語ですね。その単語の並び方、これが3パターンしかないので、その3パターンを身につけてしまえば、言いたいことは知ってる単語で言えちゃうんですね。え、例えば何かありますか？そうですね。例えばですか、3パターンのうちの一番多いのが3ブロックという文章の作り方ですね。3ブロック、はい、言語というのは情報を伝えるためのものですので、はい、どの言葉であっても最低限3つは情報があるんですね。1つが誰、何っていう話の主人公ですね、はい、そして次はその人が何をしたのかどうしたのかっていう、はい、英語で言うと do 動詞とか be 動詞とか言われるものですね、はい、で最後はその結論ですね。何をしたのか、どこにいるのかという、このブロックで言うと、私がテニスをした、テニスをする、だったら I play tennis という、ただそれだけのことなんですけれども、それだけでも、すごく簡単になってくるんですね。なぜかというと日本語だと、話の主人公を言わないことが多いんですね。そうか、そう一番違うとこか、ね、今日どこに行ったの、渋谷に行ったよって、誰がと言わないんですね。なのでよく英語苦手な方の中には、最初で詰まっちゃう方がいるんですね。なるほどね。その通りだね、はい、言われてみりゃ、あら、そう英哲さんの他者との大きな違いというとどういったところですか？まずは英語を教えないことですかね。もう一番最初に出てきたことからですよね。そうですね、
英語をどうやって話せるようになるのか、うん、というそこのサポートをするというのが一番の大きな違いですね、うん、で僕はそれで全然英語は簡単になりますよ、うん、勉強しなくても、うん、暗記も文法も必要なくできます、うん、というのもありますし、あとはやはり音を聞く、うん、先ほどおっしゃられていたような音に集中して聞いてくると、はい、聞こえる音域、英語にしかないような音がはっきり聞こえてくるので、うん、聞こえるようになると発音がしやすくなるんですね。フランス行った時、惜しいお前あとね3ヶ月ぐらいいればねその音戻ってくるから大丈夫、全然惜しいと思う、はい、でもちっちゃい時に聞いてるからそういう音なんでしょうね、うん、あなるほどね、うん、またテキストも使わないとお聞きしましたが、はい、はい、テキストをこういうテキストをやってくださいというのではなくて、うん、ご自身が持っているテキストでできてしまうんですね。みんな使ってねえのがあるからねみんな覚えようと思って一回はやるんだよね、うん、うちにもあります。あるでしょ、3冊くらいある。あるそれでいいよってそれ持ってきてっていう。どう思いますか、はい、日本人に英語が定着しない理由ってどう考えてらっしゃいますか、うん、そうですね、まず一番大きいのは、うん、今まで正しいか正しくないかっていうのをすごく英語に関してはずっと言われてきて、多分おそらくほとんどの方は英語って中学校高校から始まってると思うんですけども、でもそれが丸×でされてるので、×ついちゃったらもうこれはダメなんだっていうふうに思っちゃってる方が多いんですね。でも実際話してみたら、そのテストでは×ついちゃうような細かい間違いとかも普通の会話であったら通じてしまうんですね。でも通じなかったらどうしようとか、これどうやって言うんだろうっていうので固まっちゃう方が多いので、もっと簡単に考えてしまえばいいなって僕は思ってるんですね、うん、説得力あるよね。そうですね、俺みたいにね勉強できなかったやつがそれを言うとね、お前逃げてるだろうって、俺は確かに逃げてるよ。でも先生は勉強できた上でそうじゃないんだ、本当はこれが必要なんだってね、うん、おっしゃってるんですもんね。僕自身の経験ですもう素晴らしい、はい、最後になりますが、渡瀬さんの格言をお願いします。はい、英語は簡単です本当にもうエヴァンジェリストでね、はい、もういつまでもね、こうなんていうか日本と海外を近くする存在であってほしいなと思いますね。はい、先ほどもありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。0歳からの口腔育成に取り組んでいるのは、お子さんの発達段階に応じた食べる、話す、お口の健康な発育を支えることを通じて家族ぐるみの健康生活をサポートするためです。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、0歳からの口腔育成。親が子供にしてあげたいこと、してあげられること、しなければならないこと、生きる力のすべての基本はお口の機能から始めることの大切さをまとめた一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。